はい、どうも、りょうじです。今日はね、皆さんにとある商品をご紹介したいなと思います。こちら、医療機器メーカーリードテックジャパンさんからスマートリフレッシュガンをご提供いただきました。ありがとうございます。リードテックさんは医療機器メーカーということで、僕たちの快適な生活とか健康のために商品開発に励んでくださっている会社になります。僕自身ね、体のケアは毎日のストレッチとかストレッチポールを使って日々入念にケアしていることがほとんどで、マッサージガンっていうものを、一度も試したことがありませんでした。マッサージガンをね、ちょうど、試してみたいなと思って探してたところ、このような、ご提供いただけるというご縁をね、いただきました。リードテックさん、本当にありがとうございます。企業案件かよって思わずに、皆さんがね、日々体のケアを行っていく上で、一つでも多くのね、選択肢の幅が広がるといいなと思って、今回ご紹介させていただきます。買ってくださいなんていうのはね、もう一言も言いません。懸垂バーとかティップスバーも同じように、僕がね、実際に使ってみて良かったなと思うものを皆さんに、ご紹介したい、それだけのことです。選ぶのはあなた自身です。日々、体のケアで少し悩んでることがあるとか、疲労感が取りきれないとか、そういう悩みをお持ちの方はぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。では、僕がね、実際に、このマッサージガンを試してみて良かったことをね、3つほど簡潔にお話ししていきたいなと思います。今回ですね、僕は他社の製品を、利用したことがありませんので、今回のリードテックさんの商品と他社の製品を比較するっていうことはできませんので、あらかじめご了承ください。まず1つ目、持ち運びがむちゃくちゃ便利で、すごいコンパクトで軽いです。こんな感じでね、ちょっと高級感のあるおしゃれなこうスーツケースみたいなのに入ってるんですけどね、とてもコンパクトですよね。この中に、こうやって、説明書、この取扱説明書が入っていて、アタッチメントも4種類ありますね。4つのタイプのアタッチメントがあって、あとは USB の充電ケーブルですかね、充電ケーブルが入ってるっていう感じになってます。めちゃくちゃコンパクトでね、持ち運びにも便利なので、すごい旅行とか行く時でもおすすめかなと思います。なんせ本体ね、すごい軽いので、こうやってね、使っててもすごい腕も疲れにくいかなと思いますので、女性の方にもすごいおすすめかなと思います。はい、で2つ目はですね、このマッサージガンの特徴として、リフレッシュレベルっていうのが測定できるっていうことです。で、リフレッシュレベルっていうのは何かっていうと、生体電位信号って言って、マッサージガンの両端にこのようにして手を合わせると、生体の電位信号から自分の今の体調を絶不調から絶好調までの4段階で、可視化してくれるようになってます。ちょっと今測定してみますね。測定している間はね、手を離さないようにしてください。こんな感じでね、測ってる時はこうやって読み取ってますよっていう風なグラフがね、表示されるようになってます。はい、ということでね、今測定終わりました。僕は、これ、絶好調ですかね。好調かな。はい、こんな感じでね、ニコちゃんマークとか出てて可愛いですよ。はい。で、こちらのリフレッシュレベルを測定して、リードテックのオリジナルアプリと連携していて、日々の体調がね、グラフとして可視化できるっていうのはね、すごい斬新なのかなって思いました。なかなか日頃から自分がどれぐらい疲れてるのかとか、どれぐらい疲労感が溜まっているのかって、こうメモに書いて、なかなかこうグラフで見ることとかってないじゃないですか。なので、その点では、日々のね、トレーニングをお休みにする目安とか、そういうのにも使えるんじゃないかなと思いました。で、オリジナルアプリの方には、各部位ごとにマッサージガンをどのように当てるのが効果的なのか、そういう説明も図と一緒に図解でね、書いてあるので、とても便利だなと思いました。そして3つ目、で、この振動音っていうんですかね、こうやってても、そこまでこう音もめちゃくちゃうるさいとか、そういう風な
音の気になる部分っていうのは全くなかったですね。まあ、僕も YouTube とか見ながら、こうやって家でね、夜寝る前とかにリラックスしてこうマッサージ感当ててても、まあ、全然気にならないなと思いました。ストレスなくお使いいただけるかなと思います。こうやってね、何々しながらっていうんですかね、ながらっていうんですか、ながらでこう日々の体のケアができるのは、まあ、すごいありがたいなって僕個人的には思いましたね。やっぱりストレッチとか、あのストレッチポールを使ったりとか結構体のケアとかしたりするんですけど、まあ、なんせストレッチもそうなんですけど、時間が結構取られてしまうと、まあ、毎日、まあ、20分から30分ぐらいは、まあ、体のケアに、まあ、時間を費やしている状況だったので、このマッサージガンはすごいながらでできるし、まあすごいね、短時間でも振動数結構高いんで、あの効果的にほぐせるかなと思いました。で、まあ1つのアタッチメントがついているので、まあ、例えばこれはね、平らなものですけど、まあ、こういう風にね、丸くなっているものとか、まあ、もう少しね、細かい部位に直接効かせたい時とかは、まあ、こういうね、少し細長いね、ツボに効くようなやつですねとか、まあ、こういう2つ分かれてるやつとか、このね、4種類のタイプのアタッチメントがついてます。なのでそれぞれの部位に合わせて、まあ、オリジナルアプリを見ながらどのアタッチメントを使うのが効果的かっていうのもそのアプリに掲載されているので、よかったらそれを見ながらね、いろんな体の全身を、ほぐしてみてはいかがでしょうか。はい、僕個人的には、まあ、この平らのアタッチメントのやつが、まあ、一番僕個人的には使いやすいかなと思ってます。はー、気持ちいい。はい、じゃあ最後にね、僕がまあいつもどんな感じでこれを使ってほぐしてるのかっていうのをね、少しお見せしたいなと思います。スイッチを押すと、まあこうやって振動が始まるといった感じですね。こういう感じです。これレベル1、それが、まあ、レベル2、レベル3、4という感じですね。まあ特にこの首とか肩周りっていうのは、まあ、こうやってずっとこう同じ場所にね、こう一定部位ぐーっと当てたり、こう流すようにね、こう動かして当てたりとか、であとはね、この小胸筋っていうんですけど、この大胸筋のこの下のね、ちっちゃい筋肉があるんですけど、まあ、この辺ね、よく硬くなってしまうことが多いんですよね。結構大胸筋って、小胸筋ってストレッチで伸ばすのって結構難しくて、まあ、こういうマッサージガンとかでこうしっかりね、こう奥の方まで振動を与えてほぐしてやることができるかなと思います。やっぱりね、ちょっと楽になりますね、これやると。はい、とかね、あとは、まあ、二頭筋ですかね。二頭筋ってなかなかストレッチで伸ばすの難しいなっていう風に感じてたんですね。なので、まあ、結構いつも張ってるなっていう感覚あったんですけど、まあこれね、このマッサージガンでこうまんべんなくこう二頭筋もほぐすことができて、すっごい気持ちいいですね。まあ僕自身結構ね、体のケアっていうのは日頃から結構入念にね、やってるつもりやったんですけど、まあ以前ね、そのまあ左肩の怪我をして、まあ、手術をして以来、まあ、入念にね、体のケアっていうのを取り組むようにしてたんですけど、こうやっぱり毎日ストレッチとかになってくると、こうやっぱりね、20分30分っていう風に、まあ、結構時間使っちゃったりしてましたってなると、まあ僕も人間なので、まあこう、まあちょっと今日はめんどくさいなみたいな、ちょっとまあいいか今日はまあいいかみたいな日がね、たまにあったんですけど、忙しい時とか、まあ、予定が詰まってる時とか、なかなかね、こうストレッチを、まあ、20分30分取る時間っていうのが、まあすごいちょっとね、後回しになったりとか、まあ、やらない日があったりとかしたんですけど、まあ本当にこのマッサージガンあれば、こうながらでできるので、結構ね、こうテレビ見ながらとか、こうちょっとね、横になりながらとか、本当にね、こうやってケアすることできるなと思って、本当にすごい助かってますね。
まあね、特にね、感じたことは、これ使うようになってから、いい感じでね、ほぐれてるなっていう感覚ありますね。やっぱりね、セルフのストレッチだけやと、まあ、全身しっかり、まあ、ケアしきれてなかったんやなっていうのは、まあ少し、実感しました。まあ皆さんもね、そうやと思うんですけど、まあ僕もそうですけど、まあ、これからね、トレーニングを、まあ1年、まあ5年、10年とか、まあ長いスパンで続けていく上で、体のケアっていうのはすごいとても本当にね、大切になってくると思います。もう本当にね、こう体のケアを、こう、怠ったりとか、まあ体のケアがしっかりできていないと、本当に怪我のリスクがすごい高くなって、怪我につながってしまうんですね。で、怪我につながると何が一番きついかっていうと、トレーニングできなくなるのが一番辛いんですね。で、トレーニングできない辛さっていうのは、もう僕怪我した時に本当に痛いほど、もう実感したので、もうトレーニングできなくなるし、もう筋力がなんせ落ちてしまうんじゃないかっていう不安と、この怪我ってほんまに治るんかなっていう不安と、もうね、すごい止めどなく不安がね、押し寄せてくるような感覚が、もう本当にきつくて、まあ、今でもね、こう、また痛めたらどうしようっていう風な、意識がね、まあ少しこうトレーニング中にふわっと蘇るぐらい、本当にね、大きな怪我っていうのは、それぐらいね、すごいストレスを伴うものなので、本当に皆さんには毎日の体のケアっていうところをね、まあこの動画をきっかけにね、少し考えてもらえたらいいなと思ってます。今こうしてトレーニングができる、不自由なく動かせる体に、やっぱり日頃から感謝したいなと僕は思いますし、ありがとうっていう風に毎日声をかけながら、このね、マッサージガンでケアしてあげたいなと思ってます。まあ、どうせならね、トレーニングも体のケアもね、楽しく、毎日続けられる方がいいかなと思うので、よかったらね、この機会に自分の体に感謝の気持ちを込めて、マッサージガンをね、一つ選んでみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、まあ、効果にはね、おそらく個人差はあると思いますが、日々のね、自分の体調とか疲労感っていうのをね、アプリで、目視できて、体のケアもしっかりできる、このね、マッサージガン、ぜひお試しください。はい。ということで、概要欄にね、このマッサージガンのね、リンクと、リードテックジャパンさんのホームページ載せておくので、まあ、日頃のトレーニングとか、まあ、仕事の疲れとかにもいいかなと思うので、少しでも体のケアをしたいと思っている方は、ぜひ、一度ね、お試しください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。